実は私、未来の大阪を見てきたんです。本当ですよ。自己紹介が遅れました。私の名前はヨウ。大阪で生まれ育って18年、生粋の大阪っ子。2025年大阪・関西万博を皮切りに、会場を起点にして空飛ぶ車が大阪の空を飛ぶんです。夢島と関西国際空港、大阪市内の沿岸部を結んでるんです。なんかワクワクしちゃいました。2030年、空飛ぶ車は大阪都市部を中心にもっと身近な存在になってるんですよ。中でも空を移動する空飛ぶタクシーは大活躍だって。水陸関係なく一直線に渋滞に巻き込まれずに目的地にたどり着けるんですよ。観光やレジャー、緊急時の活用など、日常のさまざまな場面で当たり前のように活用されてるんです。そして2035年、関西圏の他県とも連携して広範囲にわたる運行が始まるんです。だから淡路島からでも毎朝快適に大阪に短時間で通勤できちゃうんです。空飛ぶ車はこれからの生活に今までにない大きな変化をもたらしていくことを実感しちゃいました。私の見た未来の大阪はもうすぐそこまで来てるんです。あなたも素敵な世界をちょっと覗いてみませんか？